葉でもいいですよ。ありがとう。鼻がね詰まってて喋りづらい。あんなにしっかりライブとは思わなかった。本当？他の方も言ってらっしゃった。なんかミニじゃないって。今日ビジュアル強かった。今日はちゃんとしたかも。アイラインとかいつもなんか引いてないとこあったりするけど、そうそう、今日は全部引いた。ちょっと待って。こんばんは。ごめんごめん、ちょっと鼻が調子悪しだ。リリーベイカレン買ってきた配信見て、ありがとうございます。ありがとう。そう、ここに CD がある。よくお気づきで。こたつ音、そう、こたつ音。劇場版見てるシーンが出なかった。あら悲しい。リモート稽古で喉痛めたの？うん、風邪ひいちゃった。こんばんは。でもね、もうすぐ治るよ。感がする。逆にみちの写真めっちゃ出た。ありがとう。久しぶりに会えて嬉しかったっすね。びっくりした。こたつでねはしてない。まだ今日のメイク大人っぽい。確かに。あと今日縦で配信しとるけん。超楽しかった。可愛かった。ありがとう。好きだ。ありがとう、来てくれて。めっちゃ可愛くてめっちゃ可愛だった。同じなのよ。同じこと言ってくれてるのよ。生で話してもありがとう。飛びコーチはねえ、久しぶりに見た。ナイス。トゥー CD で見ての生写真で響き、ありがとう。そう、今日も楽しかったです。生写真見て響きしました。ありがとう。のんちびき。取りたいチケットを確保完了。全通学で待ってます。前髪とバチバチまつげ綺麗だったでしょう。近くで見たね。友達がリリーベ行ってめっちゃ楽しかったって言ってた。超久しぶりに会った。すごいびっくりした。髪が伸びて、なんかお久しぶりの方も多くて。そうね、いつも来てくださってる方も多くて、平日だしさ、週の真ん中なのにさ、たくさん来てくださって感動した。お父さん初参戦させてみましたねえ。ご家族で来てくださってたり、なんかご夫婦で来てくださってたり、赤ちゃんもいた。可愛かった。ありがとう。配信の向こうでもね、ありがとうございます。見てくださってショールームでね。そうそう、スタンディングなしだね。行けなくてないって。うん、また待ってる。
ちゃんが手振ってくれたんですよ。めっちゃ嬉しかった。ちょっと待ってね。ああ、鼻が。ごめんよ。気持ち的にはありがとうございます。今日はね、MC が多くて、私はもう、てんやわんやしてたよ。申し訳ない。ご両親に遭遇しました。え、今日両親来てなかったよ。てか私の父は今広島にいない。花粉飛んでますわよね。そうなんですか。花粉なんかな。でもね、風邪ひいとったんや。で、それの治りかけっていう感じがめっちゃする。今日誕生日です。広島のみすけさん、お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。めっちゃ久しぶりやん。お待ちしております。頑張って出なかった。そんな風には見えなかった。本当？ありがとう。SKE さんとの合同ライブ終わったらそのまま舞台稽古合流。ううん。もうちょっと早めに。そう。リベラティルさん、ありがとう。なんかね、踊りよったらね、あのね、あの体が温まって鼻はね詰まらんのよ。そう、明日から行くの。やばいんです。だから私は全然まだ準備をしてなくて、もうどうしよう。今から準備が不安。顔丸くて可愛い。そう、丸いですよね。うちもずっと思ってた、顔が丸いって。こんばんは。メイク忘れずに。はい、そう、 YouTube の生配信に出させていただきますので、ぜひご覧ください。うん、ミニライブ終わりで道からメール来たんだ。タイミング的にびっくり。ええ、ほんと？リコちゃんの写真、お、泣いてるやつ、ジャケット。K-POP アイドルさんに見える。今？ちんちゃ？ちんちゃ？今日エロいいつもと違う感じに見える？違う。よくお気づきで。パンにハム、パンにハム挟むにだ。
久しぶりに会えたから明日から頑張れる。マジで嬉しかった。ありがとう。来てくれて。次道にあるの2月かもなの寂しい。遠いよ。コンタクトは入れてないです。ここら辺に置いてあるものが白いけん、多分なんか。白く。ん？うん。目が白くちょっとなってさ、あれなんだと思う。ハイターに見えるんかもしれん。前髪固まってる？固めてたよ。パフォーマンスしてたから。でもそんなにガチガチじゃなかったんですよね。やっぱパッツンって難しいんや、維持が。新曲のパワーめっちゃよかった。ほんと？こんばんは。あれ？もう一年以上会えてない。うん。次はまでにいろいろ高めときます。高めていきましょう。やばいやばい。あった？うん。ちょっと待ってね。私ダンス部なんですけど、 ST のダンスフォーメーションめっちゃ参考になりました。へぇ、 ST 踊ってよ。花だれのイントロ聞いたら泣いてしまう。じゃあ今日最初から泣いとったじゃん。今日話してきて嬉しかったね。ありがとう。まつげあげてる？あげてるっていうか、まつげパーマに行きました。だからやっほん。そうそうそう、くしゃみしてない。鼻をプーってしてる。新曲のカラオケってまだなんかな。どうなんじゃろ。ごめん、今日はほらわかる、ここのさアイラインをさ引いてるんですよ。わかる？ここ黒いでしょ？いつも引いてなかったりするんですけど。そう。だから多分ね。より。なんか、いい感じに見えるんだと思う。稽古頑張ってね、初日見に行く。ありがとう。してます。舞台向けに松葉したのもある。うん、そうそうそう、もある。はーん、目の印象強くていい。そう、目力、目力、チチチチチ、目力だそうぜ。おーおー、うんうんうん、全力でいこうぜ。ありがとう。2回目標に待ってます。本日はST48 10枚目シングル君は何を後悔するのか発売日でございました。リリースイベント、
広島で開催するのが初めてって、なんか不思議な感じだけど、自分的には、ね、でも皆さんにお会いできて嬉しかったです。ね、県外からも来てくださってる方もたくさんいらっしゃったり、ね、広島の方もいらっしゃったり、配信で見てくださった方もいらっしゃったり、ありがとうございました。ねえ、なんか私はさ、あの花だれの時とかさ、独り言で語るくらいならさ、ならとかのさリリース日にさ、なんか配信してたから、広島初めてって感じしなかったんだけど、確かにイベント、皆さんと会えるイベントってなると、でなんか独り言で語るくらいならの時さ、結局広島駅になんか行って皆さんに会えたりしたから、予告はしてなかったけど、みたいなね。いい日でした。偶然に遭遇した、すごい、そんなことがあるのね。私あれあれ、このクマプリンセス、クマプリンセスっていうかさ、あの 10周年の T シャツ欲しいんですよねやらなきゃ、配信してポイント20万達成しなきゃ。10周年って絶対もう来ないもんだって。激レア T シャツ、そうそうそう、お誕生、はい、皆さん本当にありがとうございました。やばい、充電がない。いきます。13位ふうさん、12位長谷川さん、11位ふっかんさん、10位かずのりさん、9位かにしっくさん、8位テリーピーさん、7位きょうのつぼゆうすけさん、6位ブルーさん、5位パフィンさん、4位ゆきさん、3位ジャストミトさん、2位トラッキーさん、そして1位はドルルンジャジャン、なっかんさんでした。ありがとう。そしてラッキーナンバー22はドルルンジャジャン、香港さんでした。 Thank you、 ありがとうみんな。